今年は国際障害者年。日本船舶振興会はモーターボート競争の収益金による福祉事業を幅広く行っておりますが、石川県小松市にあるここ梅の木福祉協会も日本船舶振興会の補助金により建立設立された療養施設です。会長ご夫妻はお揃いで梅の木福祉協会をご訪問。困難な状況の中で社会復帰の訓練に励む生徒たちを激励され、その後生徒たちの訓練風景を親しく見学されました。社会福祉法人梅の木福祉協会は昭和50年10月1日に設立。併設された寮では夫婦生徒が一緒に生活するなど斬新なアイデアを持った意欲的な施設です。幸せを祈りしておりますから、さようなら、ごきげんよう。佐川先生、万歳万歳。生徒24名と職員らに送られて会長ご夫妻は帰郷されました。会長のまいた一粒の種、それはきっと大きく健やかに実ることでしょう。